どうも、皆様いかがお過ごしでしょうか。ここで続きいきましょう。マックスのこと。マックスさんのことをサーカスでいろいろ聞いてきたんです。ああ、あの時代遅れの芸人たちかい。マックスさん、評判悪いですよ。ははは、ハニー。それはジェラシーと言うんだ。僕の才能に対する嫉妬なのさ。でも、わかる人はちゃんとわかってくれるんだよ。わかる人？例えば、僕のスイートハニーさ。もしかして、ミリカちゃんのことか。彼女とね、結婚するつもりなんだよ、僕は。うわぁ、そうなんですか。ああ、決まってるんだ、もう。へぇ。変だなぁ。ミリカちゃん、いっぱい悩んでるって。事件について。事件になった夜、団長になったんですよね。その通り、10時頃にね、練習が終わったんだ。それで、すぐ団長の部屋に行ったわけさ。団長さんの死体、宿舎の前の広場で見つかったんですよね。なあ、それなんだけどね。彼、僕との話を中断して、部屋を出て行っちまったんだよ。え？すまん、マックス。ちょっと、急用があるんだ。ここで待っていてくれんか。外は寒いですよ。すぐ戻る。10分もかからんと思うよ。それで、待っていたさ、僕は。そして彼は帰ってこなかった。死体が発見された広場に行ったんでしょうか。多分ね、雪は止んでいたけど、寒かったよ。何しに行ったんだか。とりあえずちょっと突きつけてみようか。物は試した。行きます。団長に会ったこと。昨日の夜、団長に会ったんですよね。ギャラの交渉をしたとか。そうさ、半年前に契約した時のギャラじゃ納得が。本当にそうだったんですか？なんだって？本当にギャラの交渉しに行ったのか聞いているんです。僕は嘘が大嫌いなんだ。それともないかい？僕が昨夜ギャラの交渉しなかった証拠でもあるのかい？あるんだ、これが。ああ、一つ。これでしょ？一週間前に大幅アップしている。それは、団長室のテーブルにありました。確かにギャラがぐんと上がっていますね。何か問題でもあるのかい？書類の日付です。一週間前になっています。マックスさん、ギャラの交渉は一週間前、とっくに終わっていたんです。ゴージャスー。オーケー、話すよ。あの夜、呼び出されたんだ、団長室に。呼び出された？どうしてですか？それはちょっと、個人的な話だよ、ハニー。団長に呼び出された。何か問題を起こしたのか？もしかして、マックスさん。できれば、その話はしたくないな。団長に呼び出されたのは、この件じゃないですか？あれか。これかな？呼ばれたのは、こいつのせいじゃないですか？どこでそれを？食堂に決まってるでしょう。そっかしいもんでね。落として割っちゃったんだよ、それ。どうやらまだ観念してみたいだな。マックスさん。何かな、ハニー。落として割れたんじゃない。あなたはこの瓶を使って。この人か。ベン。殴ったんですよね。こいつで彼の頭を、思いっきり。だから呼ばれたんですよね。団長に。ゴージャス、まさに大魔術だね。いけたね。解除成功。実は、昨日の朝飯の時、あいつとトラブルがあってさ。腹話術師のベンさんですか？まあ、そうだな。どうして喧嘩なんか？ベンさんおとなしそうなのに。スイートハニーのことだったからね。ミリカちゃん？あんな柄の悪い野郎が僕のハニーに愛を語るなんて、許されてたまるか。柄の悪い、あのベンさんが？愛を語る？あのベンさんが？まあ、勝手になっちまってね。ちょっとコツンとやったわけだ。それで団長に呼ばれたんだけど、願ってもないチャンスだったね。
チャンス？彼の部屋に行ってさ、言ってやったよ。ハニーをくださいって。え？団長は言ったよ。ああ、いいと思ってね。だから、スイートハニーは僕のもんなんだ。誰が渡すか？はあ。面倒だから、あいつを黙らせてやったよ。黙らせた？黙らせたというのは、ハニーたちは知らないんだっけ？リロはね、ベンがいないと喋れないんだ。リロ？人形だよ、腹話術の。そりゃ、人形は喋らないでしょう。おっと、俺は失礼。これは失礼しました。おっと、ちょっと調子が悪い。ちょっと一旦これは大丈夫か。一旦止めますね。どうも大変失礼しました。なんだかちょっと画面がブレてみたいでね。失礼しました。だからさ、ちょいと隠してやったんだよ。警察の連中に連れて来られる前にね。つまらんことを喋られたら困るからさ。隠した？腹話術の人形ですか？ねえ、いい気味だね。どこに隠したんですか？おや、ハニー。まさか、あいつの味方をするつもりなのかい？だって、ベンさんちょっと寂しそうにしてたから。ゴージャス！これで奴も思い知ったろ。オーケー、リロは団長室に隠していた。あいつに返してやっておいてくれないか、ハニー。はい、ありがとう、マックスさん。ふん、困ってる人を見ると、ほっとけないたちでね。じゃあ、初めから隠すなよ、人形。まあ、とりあえず行きますか、じゃあ。ん？同日某時刻、立ち見サーカス、正門前。あれ？いなくなっちゃったね、ベンさん。聞きたいことあったのに。寒いからね、テントの中に入っちゃったんかも。まあ、確かに。テント内。同日某時刻、立ち見サーカス、テント内。どうなのかな、ナラド君。私たち、ちょっと前に住んでんのかな？恐ろしいこと言うなよ。住んでんだろ、そりゃ。でもさ、団長さん、みんなから好かれてたみたいだし、現場の写真には犯人の足跡がないし、謎だらけだよ。確かにな。それに、ミリカちゃんもいなくなっちゃったし、それは関係ないだろ。じゃあ、とりあえず、団長室行こうか。どこになんかリローが隠れてるらしいんだよね。テント内団長室。相変わらずごちゃごちゃしてるね。これだったらもう一枚くらいポスターがなくなっても。いやいや、やめときなよ。冗談だよ。マックスのポスターもうもらっちゃったし。やれやれ。そういえば、マックスさん言ってたよね。この部屋にリロを隠したって。リロ？ああ、腹話術の人形ね。調べるか？こことか？ああ、可愛いトロフィーがいっぱいあるよ。すごいね。いろんな賞を取ってるんだ、このサーカス。なになに？町内クイズ王、団長杯ゴルフコンペ、大食い選手権優勝、ペット自慢グランプリ。こじんまりした人だったんだね。あ、棚の下に何か押し込まれてるぞ。これは、それ、リロじゃない？ベンさんの人形。そうみたいだ。後で返しておこうか。ベンさんの相棒で手乗る歌手らしい。なんで私が持つの？とりあえず行こうか。正門前。違う。広場か。あれ、トミーの部屋？あ、違う。一体どこにいるんだろうな。食堂か。あ、やっぱそうだ、ここだ。同日某時刻。テント内、食堂。あ、ベンさん。こんにちは。こんにちは。ここも寒いですね。そうですね。寒いって、奈良田くん。この人の話を聞いてると妙に力が入るな。オッケー、じゃあちょっとリロを渡してみようか、試しに。突きつける。あ、そうだ。これ、ベンさんのですよね。すいません。僕のです。はい、どうぞ。リロをベンさんに返した。じゃあ、まゆちゃん、行こうか。そうだね。じゃあ、さよなら、ベンさん。はい。さ、奈良田くん、次はどこ行こうか。そうだね。もしあのピアノ、おい、待てよ。どうした？誰？今の。
どこ見てんだよ。こっちだ、ギザギザ野郎。おー、リロ。なんでてめえら、挨拶もなしか、この野郎。ペンさん？いやいやいや、そんな。ベンさんじゃねえよ。どこ見てんだよ。こっちこっち。ごめんなさい、喉がダメだ。ごめん、喉がダメだった、今。うん。こっちこっち。君は、リロ？呼び捨てすんじゃねえよ。リロ様だろ？おれ、やり直し。またかい。リロ様、なのか？ったく、どこに目つけてんだ、この野郎。ダメだよ、リロ君。そんなこと。てめえもてめえだ。なんなんだから舐められるんだよ。ごめんよ、リロ君。どうだってるの、ナルザ君。リロって人形でしょ？深津。殺すか、呼び捨てすんなって言ってんじゃねえかよ。俺マジでこれ喉潰れるんじゃねえかな、今日。事件のことなんですけど。ダグみたいな話してんだよ。こっちだろ、こっち。ダメだよ、リロ君。うるせえ。事件ってあれだろ？ここの団長がやられた。そうだけど。け、騒ぐほどのことかよ。ケチなギャラでこぎつけやがって、あのタヌギ。ダメだよ、リロ君。そんなこと。うるせえ。サンダコンビだね、ナルド君。いいだぜ。あの小さな野郎がパクられたってことはな。ひひ。まったくしけたことだぜ。ギャラガシ、ピエロ寒い、相棒ボンコツ。相棒ってペンさん？お嬢ちゃん、このクズにさ、言ってやってくれよ。もっとシャンとしろってよ。こんな最低男たくさんだぜ。でもよ、こんなゴミのためにもよ。いたんだよな、俺のマドンナが。俺のマドンナ？ミリカだよ、ミリカ。あの女イケてるぜ、ナーベン。いや、僕はちょっと、ああいうのは。かあ、これだからこいつ、一生やってろ。俺は結婚するぜ、あのマドンナとな。結婚？ああ、しんどい。団長を殴ったのはあのキゼ野郎だぜ。マックスギャラクティカ、どうしてだい？ダメだよ、リュウ君。いい加減なこと。何言ってんだよ、べ。おめえもいただろう、あそこに。あそこ？へえ、気が向いたら教えてやるよ。あの、結婚するの？ミリカちゃんと。なあ、そうだぜ。向こうもまんざらじゃねえ、みたいだしな。確かに悩んでるとか言ってたな。恐ろしいことに。いや、それは。悪いかよ、結婚しちゃ。俺の勝手だろ。それは、そうだけど、そうなのか。俺な、歌をプレゼントしたんだ、マドンナに。歌？テノール歌詞だから、俺。いいか、お嬢ちゃんにも聞かせてやるよ。ああ、嬉しの、君の瞳に、目玉にかい。君の目玉に、ちょっと口づけしたい。だが、へえ、メロディーがいいな。歌詞は最悪だけどね。いいか、俺はやるぜ。どうもすいません。リロ君がその、リロ君がって、ベンさんが喋らしてるんじゃ。おい、これやろう。明日が楽しみだな、弁護士君。俺な、あの、イカスケに手品師を消してやるんだ。リロ君？じゃあ、そういうことだ。法廷でやろうぜ。あ、待って！なるほどくん、どういうことかな？証人ってことだろうね。明日の裁判の。ああ、俺マジで喉痛いんだけど。頑張りすぎたかも、ちょっと。腹話術師ですげえな、そうなると。ああ、一体どうなってんの？ベンさんとリロくん。まったくね、あの人形。おう！まあ、今度はなんだ？いやあ、気がついたよ、ナルド君。いた、あの猿。おお、僕の弁護士たちが、あの猿に取られちまった。うえあはあ、ミリカちゃん。見ちゃった、弁護士さんの当てた顔。ミリカちゃん。君か、あの猿を。怒っちゃダメだよ。ね。でも、僕の弁護士バッチが。ふふ、ミリカが助けてあげるから、ね。
どうもこの子には弱い。ルーサーって言うんだよ、あの猿くん。ルーサー。そうか、ルーサーか。とりあえず次回行きます。お楽しみに。俺さ、この間あのドラクエ初めて買ったんだけども、ちょっと聞いてもらっていい？あのスライムどうやって食うん？食う？おう。いや、そういうゲームじゃねえから。おお、マジか。いや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 。